全米女子オープン2日目31日ランカスター CC ペンシルベニア州6583ヤードパー70今季の海外メジャー第2戦全米女子オープンは第2ラウンドが終了した日本勢は21人が参戦単独首位から出た佐藤優香が71と1つ落としたもののトータル1アンダー3位対、首位と3打差しにつけている 15位から出た渋野ひな子はサンバーディサンボギーの70で回り、トータル1オーバー5位タイ。小岩井桜と岩井千里も同順位で週末へと進む。鈴木愛と川本優衣はトータル2オーバー、13位タイ。片岡奈紗、古江彩香、山下美優、メジャー初出場の武田レオがトータル3オーバー、16位タイ。吉田優里がトータル4オーバー、 24位対岩井明恵と大関あやみゆがトータル6オーバー、34位対西村優ながトータル7オーバー、46位対14人が決勝ラウンドへと進むことになる。西郷真央がトータル9オーバー、稲見萌はトータル13オーバーで予選落ちとなった。トータル4アンダーの単独首位にウィチャネメーチャイ、対2打差の2位にアンドレアリー、米国がつけている。 世界ランク1位で今季6勝のネリーコルダ、米国ワニダを及ばず予選落ちとなった。